はい、こんにちは。そしてこんばんは、白坂和也です。菅首相の長男菅政剛氏による違法接待問題は今や底なしの状態。これからもどんどんボロが出てくると思います。思えば菅首相が就任直後に語った言葉、自女、共女、公女なんてふざけんなという話です。秋田の農家出身で自分は叩き上げだなんて言っていますが、今や菅首相も立派なエスタブリッシュメント、要するに親子で総務省を食い物にしている、行政を食い物にしているんじゃないですか。そんな中でこの問題を報道するメディアはまるで役に立ちません。官僚が処分されたという話ばかりで、肝心の菅政剛氏を糾弾する報道はあまり目にしない。本来であれば菅政剛氏を承認喚問に引きずり出せと主張するのがメディアの仕事なんです。しかしふぬけた日本のメディアは菅首相に忖度して完全に腰が引けているんですね。今日はですね、菅首相の長男菅政剛氏の罪について考えます。それでは参りましょう。今回の菅政剛氏らによる違法接待問題はあまりにも分かりやすい、とてもシンプルな贈収賄事件なんです。刑法の理屈で言えば、違法接待に絡んだ菅政剛と東北新社の役員らは贈賄罪、そして接待を受けた総務省の幹部らは収賄罪が適用されます。菅政剛氏が民間人であるということはこの場合全く関係ありません。刑法では仮に民間人でも贈賄罪は適用されます。つまり違法接待を受けたり賄賂を受け取ったのが公務員だった場合に収賄罪が適用されますが、違法接待をする側、賄賂を送る側に特に限定はありません。当然民間人でも適用されるわけです。だから本来は検察が動いて菅政剛氏や総務省の高級官僚らをお縄にするべき話なんですね。なんといっても単純で分かりやすい贈収賄事件なんですから。しかし検察は動こうとしません。その理由を2月25日の朝日新聞は次のように伝えています。元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は今回のケースについて、理屈上は贈収賄罪が成立すると指摘する。だが検察が起訴するかどうかは別問題だ。実務上贈賄の総額が50万円以上だと起訴するべきだと判断するといい、今回明らかになった金額では足りない印象だと話す。つまり起訴するには動いた金が足りないと言ってるわけです。しかしこれは朝日新聞の限界でもあります。ここで週刊文春が登場するんですが、最新の3月4日号では東北新社が飲食店に支払った費用は自社の社員も含めて実に195万円にも達すると書いているんですね。しかも今回問題になった13人の総務省の幹部らは延べ39回にもわたって接待を受けていたことも分かっています。おそらく実態は195万円以上の金をつぎ込んでいたのはほぼ間違いないでしょう。確かに動いた金は少ないものの、とはいえ検察が動くであろう基準を満たしているのもまた事実。よってここは是が非でも菅政剛氏とその仲間たち東北新社の役員らを国会の承認喚問に引きずり出す必要があるわけです。改めて今回の菅政剛氏らによる違法接待を振り返ると、週刊文春の2月11日号が発端で、その後2月25日号で接待現場の音声記録が公開され、3月4日号では新たな音声記録といったように、これまで3回取り上げられています。その中では谷脇総務審議官、吉田総務審議官、
秋元情報流通局長、湯本官房審議官といった面々への接待が事細かく書かれていました。ちなみに3回目の3月4日号では本誌が掴んで書かなかった全情報といったタイトルが付けられており、3回目にして初めて登場した人物がおります。それが総務省出身で、現在は内閣広報官を務める山田真紀子氏なんです。この問題で山田氏の立ち位置は極めて異色です。というのもご存知のように、1回7万4000円といった彼女だけ突出して高額な接待を受けていたからなんですね。ちなみに先の4人の中でも次の事務次官候補と思われていた一番ランクの高い谷脇総務審議官ですら4回の接待で12万円、1回あたり約3万円の接待費です。山田真紀子氏がいかに特別な扱いを受けていたか、この事実からも明らかです。そしてここで注意してほしいことがあるんですね。週刊文春3月4日号の発売日は2月25日。しかし山田真紀子氏の7万4000円の接待が明らかになったのは3日前の2月22日です。これは何を意味するのかといえば、間違いなく週刊文春の発売の前に先回りして山田氏のことを発表することで、なるべくダメージを少なくしたいといった明確な意図があったということ。山田真紀子氏はそこまでして総務省もしくは菅政権が守りたい存在だったわけで、だからこそ東北新社も高額接待をしたとも言える。ではなぜそこまでして山田氏を守りたいのか。もしかしたら菅首相が進める携帯料金値下げの問題と深く関わっているからかもしれません。先ほど触れた谷脇総務審議官、そして山田真紀子氏について週刊文春3月4日号は次のように書いています。そして2人が片や内閣広報官、片や総務審議官として携帯料金値下げや NHK 改革など総務省が所管する改革を推し進める菅首相の両輪となってきたのだ。2人への接待にだけ二宮社長が同席し、突出した高級店を用いているのは決して偶然ではない。つまり今回違法接待が明らかになったことで、携帯料金値下げや NHK 受信料の値下げはなくなったということ。そしてこのことで得をするのは言うまでもなく携帯電話会社と NHK です。今回の違法接待問題は総務省内部もしくは東北新社内部のリークがあったとみて間違いないと思われますが、案外老舗メディアの NHK も暗躍しているのかもしれません。飽きたぶどうできないでしょう。リンゴさんしかできない。いや、米もできますよ。さくらんぼもできますよ。遅れって感じですか。いやいやいや、いいよ送んなくて。笹錦送りますよ。米はいらない。めんどくさい。米はいらない。切り箱に入ったさくらんぼ、いつか送りますよ。週刊文春2月25日号には、東北新社子会社の元取締役の証言が掲載されています。彼が言うには、認定や更新の打ち合わせで総務省に行った際、手土産を持って行っても官僚は決して受け取らなかったと言います。ましてや菅政合氏が接待していたような高級官僚には会うことすらできなかったようなんですね。たとえ取締役でも子会社では会えないんです。なのに正合氏は会うどころか接待をして、なおかつ笹錦を送るとか切り箱に入ったさくらんぼを送るとか言って接待攻勢をかけている。彼がいかに異次元レベルで活動していたか、これが首相の息子の力なんでしょうね。菅政合氏による違法接待を週刊文春が初めて取り上げて以来、
彼の写真が広く出回るようになりました。しかしその写真には黒目線が入っていて具体的な表情までは分かりません。にしても長い髪に口ひげを蓄え緩めたネクタイといった風情はまあ肩着のサラリーマンには見えませんわね。もちろん人は見た目で判断すべきでないことは重々承知です。西郷氏はもともとバンドをやっていたようなのであのようなルックスなのでしょうが、それをサラリーマンの世界にそっくり持ち込んでしまっているあたり、彼の中途半端な意識を如実に表しているような気もします。そしてそういった輩が首相の息子であるということだけで行政を歪めてしまっているのが何よりも日本の元凶なのではないでしょうか。よって刑事処分は当然のこととして、何よりも国会での証人喚問が待たれます。首相の息子が証人喚問されるなんて前代未聞、憲政史上聞いた試しがありません。菅首相も息子が証人喚問されたとあってはさすがに政権運営はできません。日本の世論、世間の空気も一変するでしょう。野党もいい加減腹をくくって本気で政権交代を目指すべきです。そして今政権交代をしなければファシズムとも言うべき自民党政権は永遠に続くかもしれません。我々は果たしてそれで良いのでしょうか。私からは以上となります。今日の動画についていいなと思われたらチャンネル登録、そしていいねボタンをポチッとお願いします。また下のリンク先に関連情報も用意しましたので合わせてご覧になってください。それでは最後までご視聴ありがとうございます。